跡の連覇へ全勝だ。阪神は24日、27日広島戦、松田、からの残り5試合に向けて、先発ローテーションを再編した。一時的に中継ぎに配置転換したジェレミー・ビーズリー投手、28、を先発に戻す。首位、巨人は優勝マジック4を灯し、2ゲーム差をつけられた。逆転に望みをつなげるために、カードや球場との相性の良さを買った全勝ローテで挑む。レギュラーシーズン最後の直接対決となった首位、巨人戦の敗戦から一夜明けた甲子園で、先発投手が汗を流した。2ゲーム差をつけられ、自力ではどうすることもできなくなった。それでも、勝負を諦めるわけにはいかない。残り5試合、チームは相性優先の先発を組み、全勝を狙う。敵地で戦う27日広島戦は、昨季から同球場で7戦7勝の無双を誇る大竹がマウンドに上がる方向。ブルペンで調整をした左腕は、投げる以上は責任を持って、事前準備をというかできることをしたい。相手がここで、球場がここだからどうだ、とかは特にないと、気を引き締めた。古巣、ソフトバンクが前日20